ね、ディーシェルアバンデザインというところですね、はい、その説明を今崎さんお願いできますでしょうか。はい、まあ、うちのは千葉市の方で美容室を2012年から今9周年手前のところでずっと前千葉市でやってるんですけども、はい、まあ、基本的にはそのカラーとあと最近流行りの、グリオキシル酸トリートメントって女性で結構トリートメントだけでまっすぐになるっていうトリートメントがあるんですけど、そのストレートをかけないでってことですか。かけずにできる3熱トリートメントが非常に人気ありまして、あとは最近今ちょっと開発中なんですけど脱グレーカラー、脱白髪染め、グレーカラー 2.0 っていうのを今ちょっと考えて、要は若い子たちがやってるファッションカラーでなんと白髪も染まってしまうっていうのをちょっと研究してまして、それは通常の白髪だと普通のいわゆるカラーでは染まらない、はい、そう、普通は白髪染めで染めないと白髪染まらないんですけど、もう普通の若い子たちがやってるファッションカラーであるちょっとやり方を今模索中、カスタムすると実はそれでも白髪が染まるやり方をちょっと見つけまして、お今それを やってる最中です。そうなんですね、はい、今そういう風にして、まあ、ちょっとなんとかコロナ禍の中をちょっとなんとか生き抜いていかないのがいけないんで、はい、ちょっと頑張ってるところ、個人事業主の辛いところですよね。そうですね、はい、はい、で9周年ということで、はい、今月4月から、はい、新たな機械を導入されたということでちょっと見ていこうと思います。こちらですね、はい、はい、これは何ですか。これはですね脱毛です。脱毛、あ、ヒゲとかヒゲもちろん全身ですね、できるんですけど、はい、まあ、基本的にはまあ、よくあるエステサロンの、はい、脱毛に近い、はい、まあ、それと同じぐらいの出力と、はい、もちろん性能がありまして、はい、ただ今脱毛されてる方とか結構わかると思うんですけど、はい、ほとんどの脱毛サロンは IPL という脱毛方法で、はい、基本は脱毛する。だから結構その、一箇所に対して冷やしてパチッて当ててっていうのを結構時間がかかるんですよ。あと結構顔とかもちろん VIO とか、毛が濃い場所に関しては結構痛みが、伴うんですね。そうです。僕もさっきちょっと一瞬やったんですけどめちゃくちゃ痛かったです。痛いですよね、はい、ただこれはどっちも選べます。その SHR という最近結構流行ってきてる脱毛と、はい、この IPL っていう脱毛をどちらでやりますかって選択してできる脱毛器になってます。はい、はい、SHL はそうですね、まあ、やっぱりちょっと濃いところは痛かったですけど、はいはい、それに比べれば全然って感じですよね。全然ですよね、はい、で SHR がなんで流行ってるかというと、はい、まず全身の脱毛を完了されるのが早いです。なんでかというと連射でいけるんで、基本的にこう一箇所で打っていくじゃなくてもうこの流れで打っていけちゃうんで、あ、そうなんです、全身も簡単に終わるというのと、はい、IPL っていうのは脱毛っていうのは髪の毛の毛根の根っこにこう照射させてこれを焼き殺していくんですけど、うん、SHR っていうのはこの横にある毛母細胞っていう、 もう次の毛が生えてくる場所を攻撃するので、うん、SHR のいいところは IPL でできないこと、例えば日焼けした肌はできないとか、うん、タトゥーが入ってる人はできないとか、あと白髪は打てないとか、あと、産毛にもちょっと効果が弱いとあるんですけど、 SHR はそれ全部クリアできます。なるほど、はい、そう、さっきちょっとやってもらってね、その効果のほどを後ほど見ていければと思うんで、うん、でこれはもうあれなんですかね、そのご予約いただければ、はい、もう皆さんご利用いただけるんですか。そうですね、まあ、これも4月の17日でうちも9周年になるんですけど、はい、まあ、それに向けてちょっとこう今メニューとか、はい、まずはお客様 その首周りを、ね、この辺反ったりとか、はい、この辺綺麗にこう M 字になっちゃってる人とかいるんで後ろ、はい、どう丸く作ったってこう水色になっちゃうんで、はい、そういったところをまずポイントでやっていくようにして、うん、でもそのうちちょっと脱毛サロンとして、はい、もう出しようかなっていうぐらい今ちょっと考えてます。このコロナ禍で攻めます。あ、いいですね、それはあれですよね、そのまたそういう全身脱毛ですかね。そうです、もう全身脱毛、はい、しかも打ち放題の、もう個室鍵かけて個室のセルフ脱毛でちょっと出そうかな、はいはい、じゃあそれができた時にはまたぜひお声掛けいただければと思います。はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。というわけで本日ですね、まあ、普通にカットに来たんですけどDシェルアバンデザインさんで新しいこと9周年、ちょうどね9周年ということだったので、はい、
濃いお話をちょっと伺ってみようかなと思いました。ありがとうございました。はい、なんかわざわざ。いえ、とんでもないです。こちらこそ。いえ、いつもありがとうございます。で、ディシェルさんに関しましては、概要欄のところにホームページ等を貼っておきますので、はい、ぜひご覧になってみてください。またぜひ、なんかいろんなカテゴリー、ヘアとか、さっきの脱ぐ、ね、白髪染めとか、いろいろあるんで、はい、なんか、また、カテゴリーで分けていただければ、そちらもお話できればなと思います。わかりました。ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ帰ります。はい、お疲れ様でした。はい。はい。